い、皆さんこんにちは、おはようございます。本日もですね、メテンさんのお盆梅の収録で、名古屋にまた来ております。で今日の、名古屋おやつはですね、ピオリンというおやつが、あるんですけれども、洋菓子のね。で、まあ、それが去年ぐらいからちょっとピオリンチャレンジっていうのをがこうちょっと SNS 上で流行ってるっていうのをなんとなく耳にしておりまして、買ってまいりました。今買いたてほやほやです。はい、行き先は、ここからメーテルというそんなに長い距離ではないんですけれども、いかんせん私洋菓子とかですね、崩れやすいものを買うと、マネージャーから、持たない方がいいですって言われて、ほとんど持ったことがないんですね、崩すから、うん、で、実際プライベートで買っても家に帰ると大体崩れ落ちてるっていうことがあるので、まあ、この大変崩れやすいということで有名なこのピオリンチャレンジを、小松遥が、メーテレまでやってみたらどうなるかというのをですね、今日ちょっと試してみたいなと思います。はい、なので、まあ、ちょっと崩れても崩れてなくても味は美味しいということで変わりございませんので、はい、ここから、なんとか崩れずに、持っていきたいと思います。はい、というわけで、ピオリンチャレンジ開封の時間がやってまいりました。はい。まあ、言うてもね、名古屋駅でピオリンを買って、まあ、タクシー乗って、メテレさん行って、まあ、楽屋に行くまでは一応戸松さんが運びました。でも、言うてもさ、車でさ、膝に乗せてさ、そんなガタ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 っていうこともなかったんで、正直、ピオリンチャレンジは私の中では成功していると思います。このトマツでも。もし私がね、新幹線乗って、しっかり電車も乗って歩いてだったら多分ね、やばいと思うんですけど。はい。でも、とても繊細な、デリケートなね、洋菓子だというふうにお聞きしておりますので、いざ、ちょっと、開封な時間でございます。それでは、オープンしていきたいと。綺麗に残っておりました。なので、はい、美味しくねいただきたいなと思います。では早速食べたいと思います。いただきます。じゃあこれね、なんか限定のコーヒー味らしいんですけど、こっちがノーマルプレーンで、まあちょっと初めてピオリン食べますんで、シンプルにノーマル味を。だけどめっちゃ可愛いやん、顔可愛い、なんとも、ほんとなんかピーって感じだね。可愛い、顔可愛いわ。ちょっとこの可愛いお菓子ほどさ、このスプーンを入れるのがなんかちょっと心が痛みますけれども、美味しく食べることがね大事だと思っておりますので、スプーンをザッシュ、ザッス、すごいシュールな断面図でございます。このね、中になんかのプリン、ババロア、このねムースのねやつが入ってるんですって。美味しそう、いただきます。うんうんうん、あ、プリンだ、美味しい。うわ、めっちゃ3時のおやつ。うわ、美味しい。ちょっとこのさ、麺になってるこのチョコのさやつも好きなので、はい、目の部分もねいただきたいと思います。うん、うん、幸せ幸せ。この
久々にこういう洋菓子っていうか生菓子を食べたんですけど、なんかやっぱ贅沢で幸せな気持ちになりますね。うん、コーヒーが欲しい。コーヒーとか紅茶が合いそうなので、ちょっとこの後コーヒーと紅茶のお供にちょっと取っといてね、ゆっくりいただきたいなと思います。これね、ぜひ名古屋限定のピオリンたちで、結構買える場所が名古屋駅の中でしか買えなかったりとか、結構限定された場所で売られてたり、この子もね、名古屋駅の店舗でもここでしか売ってませんみたいな限定の味の子だったりするので、ぜひね、名古屋駅にいらっしゃった際はピオリンチャレンジもちょっと楽しみつつ、ぜひね、ピオリンを皆さん食べてみてください。というわけで、以上、トマツハルカでした。バイバーイ。